春を見つけた。春を見つけたよ。蝶々が、蝶々がいました。あ、すぐ飛んでっちゃった。早い。うわぁ、あっという間だ。でも見つけた。この岩なんだい。これ何これ。すげえぞこれ。うわぁ、すげえ眺め。あ、いたいたいた。今いたのに。あー、蝶々いた。あー、いなした。どっか行ったな。いやー、でも春に出会えた。おー。うわぁ、これすっげえぞ、この岩。うわぁ、絶景だ。この木、これ見てよ。ほら、これ。あ、電池がなくなっちゃう。ちょっと、そっちで、そっちへ行って、どんな眺めか。うわぁ、うわぁ、おぉ、うわぁ、これだよ。うわぁ、うわぁ、松の子。うわ、ここだ。最高。うわ、おぉ、ぶれぶれ。うおぉ、おぉ、おぉ、山の稜線がもう、パノラマで、パノラマだ。うわぁ、これだよ。ここ。うわぁ、すげぇ。うわ、これ怒ったら死ぬな。もうそこはない。うぉー、うわぁ、わぁわぁわぁ、見て。見える？わかるかな、みんな。伝わってる？あれ、エナさんかな、あっちの方だ。あれ、エナさんだな、多分。すごい。いや、この下の方をずっと歩いてきたんだね。この下の方、あの、さっきの岩くぐったりね。あっちの方の階段。あそこの辺の階段。だから下からこうやって眺めてた、あの是外岩だなぁなんて言ってたのはここなんだね。うわぁ、すっごいよ。風来たら怒っちゃうな。いやー、すげー。どうこれ。国定公園だ、やっぱりね。すごいな。眺め最高。というとこでした。もう電池がなくなる。もっと伝えたいけど、この上は、うわ、この上怒ったら、やばいな。でも、よいしょ。そりゃ、あれが駐車場かな、あっちの方がね。こっちは駐車場だね、多分ね。あの辺からザーッとこう上がってきたんだ。こうザーッとこう上がって、この下をザーッと通って、下を通って、ザーッと上がって、松の子に出て、で、それからザーッと今度向こうを回って、こっちからザーッと登ってきたっていうことですね。これがレンゲ岩なのかな、多分ね。あー、最高だ。電池がなくなります。また散歩した時にはね、またいいところ紹介したいと思います。それじゃあまた。